アイテム番号 SCP-107JP。 オブジェクトクラス、セーフ、ケテル、セーフ、ニュートラライズド、セーフ、ユークリッド。特別収容プロトコル。1900年月日、政府指定時点の特別収容プロトコルを表示する。SCP-107JP はサイト8173のカフェテリアに設置されています。SCP-107JP は誰でも利用できますが、できるだけ出力された SCP-107JP2 の内容と、もたらされた結果について担当職員に報告してください。1990年6月日、ケテル指定時点の特別収容プロトコルを表示する。SCP-107JP はサイト8173の危険物収容室に設置されています。SCP-107JP の収容室にはレベル4以上の職員しか入室できません。現在 SCP-107JP の破壊申請が提出されています。1990年7月日、政府指定時点の特別収容プロトコルを表示する。SCP-107JP はサイト8173のカフェテリアに設置されています。SCP-107JP は常に3名以上の武装した職員によって警護されており、毎日午前6時にメンテナンスを行って損傷箇所を修復してください。SCP-107JP は誰でも利用できますが、できるだけ出力された SCP-107JP2 の内容と、もたらされた結果について担当職員に報告してください。2000年月20日、ニュートラライズド指定時点の特別収容プロトコルを表示する。SCP-107JP は破壊されました。収容は不要です。2000年月22日、政府指定時点の特別収容プロトコルを表示する。SCP-107JP は修復されました。SCP-107JP はサイト8173の危険物収容室に設置されています。SCP-107JP には常時8名の武装した職員が配属されます。SCP-107JP の収容室には、金属探知と爆発物探知、さらに職員によるボディチェックを受けて、危険物を所持していないことを確認されてから入室が許可されます。SCP-107JP の使用は積極的に行われるべきです。SCP-107JP は2メートル立方の防水、耐爆コンテナに格納し、サイト8173の屋内地の中央に沈めてください。屋内地の水位に不自然な変化があった場合は、収容コンテナをクレーンで引き上げ、サイト8173の安全が確認されるまで宙吊りにしてください。現在、SCP-107JP の使用は禁止されています。また、SCP-107JP の破壊申請はすべて保留されます。SCP-107JP の管理や研究に携われるのは2000年以降に、サイト8173に初めて配属された職員に限定されます。説明。SCP-107JP は上半分がガラスで覆われた、パペットによるデモンストレーション機能付きの自動おみくじ販売装置です。SCP-107JP の上部には、ルキフェルラフ・アウトラウドと書かれたアーチ型の看板が書かれており、その下にガラスケースが設置されています。ガラスケース内部には中東風衣服に身を包んだ男性を模したパペット、SCP-107JP1 として、が設置されています。SCP-107JP に人が接近すると、SCP-107JP1 は前後左右に上半身を揺らす、瞬きをする、手を上下させるなどの挙動を示しつつ録音された低音質の笑い声を再生し、SCP-107JP 株の取り出し口におみくじ、SCP-107JP2 として、が封入されたカプセルを発生します。SCP-107JP1 の衣装には修繕の痕跡が複数認められ、
内部のクランクやシャフトといった機構及び、SCP-107JT の部品もいくらか交換されているようです。1900年月日、政府指定時点の説明を表示する。SCP-107JT の特異性は、出力された SCP-107JP2 にあります。SCP-107JP2 には回収した人物に対する、抽象的な言葉によるアドバイスが記されており、その通りに行動することで幸運がもたらされます。宝くじを買えと書いてあれば当選し、外出を控えろと書いてあれば外出先で事故が起こります。SCP-107JP によってもたらされる幸運には一切の代価がないと考えられています。1990年6月日、ケテル指定時点の説明を表示する。SCP-107JP の特異性は、出力された SCP-107JP2 にあります。SCP-107JP2 には回収した人物に対する、抽象的な言葉によるアドバイスが記されており、その通りに行動することで一時は幸運がもたらされます。しかし、どのように解釈して行動したとしても、必ず何らかの被害を被るようになります。宝くじを買えと書いてあれば、購入のため外出した先で事故に巻き込まれます。外出を控えろと書いてあれば、自宅が火事に見舞われます。SCP-107JP のくじによる被害は、すでにサイト、8173で SCP-107JP を使用した職員の半数に及んでいます。1990年7月日、政府指定時点の説明を表示する。SCP-107JP の特異性は、出力された SCP-107JP2 にあります。SCP-107JP2 には回収した人物に対する、抽象的な言葉によるアドバイスが記されており、その通りに行動することで幸運がもたらされます。しかし、SCP-107JP2 の解釈を間違えれば十分な幸運がもたらされないのは明らかです。現在、解釈を誤った職員が SCP-107JP の危険性を主張していますが、SCP-107JP が無害であることは明らかです。SCP-107JP は現在、一部職員による八つ当たりを避けるため、武装した職員によって警護されています。2000年月20日、ニュートラライズド指定時点の説明を表示する。SCP-107JP の特異性は、出力された SCP-107JP2 にあります。SCP-107JP2 には回収した人物に対する、抽象的な言葉によるアドバイスが記されており、その通りに行動することで一時は幸運がもたらされます。しかし、どのように解釈して行動したとしても、必ず何らかの被害を被るようになります。SCP-107JP は一部の職員に対して幸運をもたらすことで、自身の警護とメンテナンスをさせていました。しかし、SCP-107JP によってもたらされる長期的な人的、経済的被害を考慮した結果、一部職員への恩恵を差し引いてもなお破壊すべきだと判断されました。現在 SCP-107JP は少量の爆発物によって破壊され、その残骸はサイト、8173の危険物保管庫に収容されています。2000年月22日、政府指定時点の説明を表示する。SCP-107JP の特異性は、出力された SCP-107JP2 にあります。SCP-107JP2 には回収した人物に対する、抽象的な言葉によるアドバイスが記されており、その通りに行動することで幸運がもたらされます。SCP-107JP は一度は破壊されましたが修復され、サイト、8173の危険物保管庫にて厳重な警戒の下運用されています。SCP-107JP によってもたらされる幸運は、財団全体への幸運につながることは明らかです。よって、SCP-107JP は一層活用されるべきであると言えます。
SCP-107JP の特異性は簡易的な未来予測によって生成した SCP-107JP にを通じて、複数の対象に SCP-107JP に対する過剰な感情を刷り込み、争いを招く点にあります。生成された SCP-107JP2 には回収した人物に対する、抽象的な指示が記されており、その通りに行動することで、対象に幸運か不幸をもたらします。その結果対象は、幸運がもたらされた場合は SCP-107JP への感謝からなる好意的な印象を抱き、不幸がもたらされた場合は怒りといった否定的な印象を覚えます。SCP-107JP の影響を受けた対象は、好意的な対象は SCP-107JP をさらに活用したいという衝動を抱き、反対に敵対的な対象は SCP-107JP の破壊を望むようになります。やがて二つの派閥同士による争いが発生し、最終的には両者の共倒れという結末になります。SCP-107JP は、県の郊外に位置する大型商業施設のアミューズメントコーナーに設置されていましたが、施設の職員を発端とする大規模な暴動事件が発生したことから、財団の目に留まりました。SCP-107JP は回収部隊3、白足猫、によりサイト、8173に運び込まれ、暴動事件についてはガス爆発による大火災というカバーストーリーが流布されました。当初、SCP-107JP は単なる未来予測装置だと考えられていました。しかし SCP-107JP の異常な特性により、サイト8173の職員が SCP-107JP を活用する派閥と SCP-107JP を破壊する派閥に分かれました。SCP-107JP の取り扱い方法をめぐる、両派閥による度重なる変更に不信を抱いた応募、がサイト8173の調査を命じたところ、SCP-107JP の本来の異常な特性が明らかになりました。現在、SCP-107JP は使用と破壊を禁止されており、サイト8173に新たに派遣された SCP-107JP の使用経験のない職員によって収容されています。サイト8173の職員は記憶処置を中心とする複数の療法により SCP-107JP の影響を除去されていますが、SCP-107JP の取り扱い方法の変更や管理に関わることは禁止されています。なお、SCP-107JP の影響を避けるため、SCP-107JP2 の原文記録については削除されました。ほい。出力された SCP-107JP2 の概要ともたらされた結果。出力日、1900年、12月、日、内容、概要、宝くじを購入せよ、結果。博士が私費で宝くじを購入したところ、縁が当選した。出力日、1990年、月、日、内容、概要、の土地を購入せよ、結果。博士が私費で指定された土地を購入。後に博士がその近隣で異常な現象を目撃したことにより、SCP-JP の発見と収容につながった。なお、博士の購入した土地は、SCP-JP 収容施設建設のため、財団によって買い取られた。コメント、購入時より色はつけてもらったが、こんなものか博士。出力日、1990年、月、日、内容、概要、財団フロント企業の SCP 社の株を購入せよ、結果、これまでの結果からサイト、8173の職員、名が出資して株式を購入。結果フロント企業の株が高騰した。しかし財団のフロント企業管理部は、株価の高騰に伴う注目を避けるため、保有していた株式を放出して株価を下落させた。結果、サイト、8173職員に合計円の損失をもたらした。コメント、許さない。絶対にだ。あの連中もだ。無記名。出力日、2000年、月、日、内容、概要、SCP-JP の位置について、結果、
当時財団が把握していなかった SCP-JP の位置を予測、SCP-107-JP2 の内容をもとに調査したところ、後に SCP-JP と指定されるオブジェクトが発見された。しかし派遣された調査チームの装備では SCP-JP の収容に至らず、チーム全員が行方不明となった。その後 SCP-JP は機動部隊に、8、地域猫、によって収容された。コメント、やはり SCP-107-JP は正しかった。職員の死傷は残念だが、解釈が足りなかったのが悪い。博士。出力日、2000年、月、日、内容、概要、SCP-JP の実験で発生し得る事故の対策について、結果、SCP-JP の実験の際、SCP-107-JP2 によって予測された事故を防ぐため、名の職員を配置した。しかし SCP-107-JP2 の内容に反し、SCP-JP は通気口から脱走し、耐ガス装備をしていなかった職員、名を死傷させた上、待機中の職員も、削除済み、た。内容、概要、SCP-107-JP の破壊、結果、SCP-107-JP は翌日2000年、月、20日に破壊された。コメント、予想通りだ。博士。内容、概要、SCP-107-JP の修復、結果、SCP-107-JP は2000年、月、22日に修復された。コメント、予想通りだ。引き続き活用し続けなければ、博士。事件記録 107JP B3411 事件概要 SCP-107JP の取り扱い方法についての会議中、博士が、うちでしまい込むより、よその要注意団体に送った方がいろいろ片付きそうだな、と発言した。博士は SCP-107JP との接触経験が疑われたため、即時拘束された上で影響にさらされていないか、8種類の心理試験と厳密な経歴調査が行われました。結果、博士と SCP-107JP との接触を否定しきれなかったため、博士は A クラス記憶処置と、削除済み、を適用の上、財団フロント企業へ転職されました。コメント。冗談でも言っていいことと悪いことがある。いつ奪われるか。いつ身内が勝手に使うかわからないというのに。よくもそれほど気楽なことが言えるものだ。これが民間ならば、最悪銃で解決できるだろう。だが、財団には銃よりも危険なものがいくらでもある。世界を滅ぼしうる我々がこんな危険物を使うわけにはいかないし、同様に要注意団体に使わせるわけにはいかない。博士。